テレビでハイマースのことをあ、大これ、谷翔平に例えておられましたが、どのような意味なのでしょうと。ハイマースというのは、その正確な座標の情報をもとに正確に当たる兵器。その代わり、正確な座標が分からなければ当たらない。使い方が全然違う。その兵器としてのポテンシャルはすごく高いんですが、で、その兵器としてのその能力の高さは、言ってみれば大谷翔平みたいな能力の高さはあるんですけど、ウクライナ軍のこれまでの戦い方は、基本的にサッカーをやっていると。サッカーチームの監督に、非常にいい選手を連れてきたと。大谷翔平って言うんだけど、これでお前ワールドカップ優勝できるよね。いや、ワールドシリーズには勝てるかもしれないけど、ワールドカップではちょっと勝てないですよね、と。だからその大谷翔平が入った上で、じゃあどういう戦い方をするのか。あ、じゃあ野球やりましょう。考え直さなきゃいけない。そういう難しさがあるっていうことの例えとして、まあ、ハイマースは大谷翔平みたいなものだというふうに私は申し上げます。